どうもこんにちは、モンブランです。今回はライゼンが映っていますけれども、ペルチェソシで冷やしたいと思います。用意したのはペルチェソシ、ペルチェソシ、電気の力で強制的に熱移動させる電熱素子であるわ。ライゼンには戦士 MI という機能が備わっています。こちらが AMD のホームページに記載されている説明です。 CPU が冷えていれば冷えているほど XFR 拡張周波数範囲で動作クロックが高くなります。さらにプレシジョンブーストという機能によって、冷えていれば冷えているほどブーストクロックより周波数が下がりにくくなります。以前 Ryzen 3 3100をレビューした時の動作結果です。 Ryzen 7は動作するコア数が増えるとクロックが下がります。対して Ryzen 3はブーストしたままです。コア数が少ないので十分冷えていればブーストしたままになるようです。であるならば Ryzen 9も冷え冷えにしてやればブーストクロックを維持できるのではと考えました。ペルチェで冷やして高クロックを維持しようというのが今回の企画です。とまあペルチェ素子を Amazon でポチったわけですが、そもそもペルチェ素子って何でしょうか。なんかめっちゃ冷えるというイメージがあるのですが、触ったことも使ったこともないので調べてみました。こちらが Amazon の商品説明に記載されていた仕様です。外形寸法は CPU のヒートスプレッダーと同じくらいのものをチョイス。最大電圧 15.2V、 今回は ATX 電源のペリフェラル4ピンから電源を取ろうと思います。なので 12V に耐えられれば OK。 最大電流は 4A、 ペリフェラル4ピンは最大 8A 流れるので何かしらの対応が必要のようです。抵抗は 2.91 オーム、単純計算で 4.12A かかってしまいます。何かしないと壊れそうです。どういう特性で熱を逃がすのかよくわからないので、さらに調べてみました。ペルチェ素子とはペルチェ効果というのを使って熱エネルギーを移動させる素子だということです。放熱側のヒートシンクの性能が良くないと結局のところ冷えないという結果になりそうです。今回は簡易水冷の CPU クーラーにペルチェ素子をくっつけることにしました。特性は右のグラフのようになるようです。完全な線形ではありませんが、電流値に比例して吸熱量が増えるそうです。なるほどなるほど、調べてみるもんですね。それ自体が冷えるものかと勘違いしていました。どういった回路にすればいいのか考えました。ペリフェーラル4ピンに直接つなぐと電流値が最大電流を超えるので壊れそうです。抵抗を入れてサーモスタットをつけて結露しない範囲でオンオフしようと考えましたが、どの温度を取ればいいの、 CPU のどこにサーモスタットをつけるのってことでやめました。今回は高圧型で可変式の DC-DC コンバーターを取り付けて結露しない範囲で常時オンする方式にしようと思います。果たして本当に冷えるのか分かりませんが、これで実験してみたいと思います。完成イメージです。うわぁ、めんどくさいことになった。思いつきでペルチェ素子を買ったのに、それ以外の作業が増えそうな予感。さあ作業です。まずは DC-DC コンバータを作成します。部品が揃いました。 Amazon で見つけたスイッチングレギュレーター HRD12003 を使います。最大 12V 3A というものです。ペルチェを壊さない範囲で使えます。データシートを見ると丁寧に標準回路図が載っています。ネット検索するといろいろな人がこれを使った回路図をアップしているので、それをパク参考にして作成します。部品点数が少ないので簡単だろうと思って、配線図を書かずに直接配線をユニバーサル基板にマジックで書きました。これが苦労の元でした。
もうね、配線わからなくなってます。簡単でもちゃんと配線図書かないとわけがわからなくなります。わからなくなるから配線しちゃいます。スズメッキ南導線の 0.8 ミリを使いました。3アンペアですからね、でかい電流ですから。ハンダのノリが悪くてフラックス塗っちゃったりして、そんなに手先は器用ではないです。パーツクリッパーを持っていないので文具用のクリップで止めちゃったりして、まあなんとか部品は載せ終わりました。ペリフェーラル4ピンから電源を取るため電源延長ケーブルをポチッと置きました。残念、長さが短いよ。8センチだって。ちゃんと見てなかったよ。まあこれつけますけどね。いらない方は線を切ってしまいます。だけどね、線の色が気に食わない。 ATX 電源だとプラス 12V は黄色です。いやー、この場合はプラス側は赤くしたい。ピンを抜いて差し直すことにしました。ピンかしめ工具があればコネクターとピンを買うんですけどね。差し直しは簡単です。これってモレックスのコネクタじゃないの？誰か型番知ってたら教えてください。配線が太いので穴を通らないから裏からハンダ付けしました。大体できました。可変抵抗をつけるところが取れていませんでした。出来栄えはこのような感じ。あまり綺麗ではありませんが個人的には満足。テスターで変なところが導通していないか断線していないかチェック中。一通りチェックしましたが大丈夫な感じ。基板に足をつけていきます。足が付け終わりました。100均のプラ小物入れに設置します。仮置きしてマーキングして穴開けして、ネジ止め、完成です。ペルチェ側の配線にはギボシ端子をつけておきました。可変ボリュームで出力を可変できます。なかなかの大きさ。これはでかい。
ペルチェソシにも擬宝珠をつけました。これでペルチェ実験セットができました。疲れたので今回はここで終了です。これがちゃんと動いてちゃんと冷えるのでしょうか。動かしてみるのが楽しみです。ライゼン9をペルチェで冷やす第1回は電源作りで終了です。次回は動作させてみます。ロマンですね。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。